r a f b e に r a f b e に c b e には第一次世界大戦中のイギリスの複雑複用偵察機である。大戦初期のイギリス陸軍航空隊の主力機で代表格であった。扱いやすく信頼性は高かった。ジェフリー・デ・ハビランドが設計した航空機。1912年2月に初飛行。1911年に設計された。 BE-1 の発展型で倒産エンジン以外ほぼ BE-1 と大きな変更点はない。1912年8月12日に1560フィートの英国の高度記録を樹立している。BE に R から G までのバリエーションはあるが、どれも基本的には同じで、劇的な性能向上や大幅な外見的変化はない。特に安定性の優れた機体であり、 写真偵察機としては使いやすかったが、逆を言えば、運動性が鈍い機体であり、速度や上昇性能も悪く、一旦戦闘機に捕捉されると追撃を振り切るのが困難で、1915年後半のいわゆるフォッカーの懲罰では、多数の機体が犠牲となり、フォッカーのまぐさなる、かんばしくないあだ名をいただくこととなる。これに至った経緯は、機体性能自体の問題もあるが、 当初は非武装であったのに加え、ドイツ軍の本格的な戦闘機が登場した後に、BE2C から慌てて偵察員が操作する、ルイス機銃で武装するものの、パイロットが後席で偵察員が前席に座るレイアウトゆえに操作に難があり、後方へ、旋回機銃が有効に使用できるものではなかったのにも、禁する。初期には爆撃任務にもついたが、エンジンが非力なので、 機銃と偵察員を降ろさないと爆弾は、搭載不可で護衛がいないと、格好のカモになった。空戦が激化した1916年にもなると、本機の性能ではとても西部戦線での偵察任務は、こなせなくなっていたが、英軍は固くなり、に、BE2 シリーズに固執し続け、再び、地の4月の洗礼を浴びて、犠牲を重ねることとなった。1917年になって、ようやく、 高性能なブリストル海2ビット等の後継機にその座を譲っている。一部の BE2C は A 本土にてアブロ504と共に夜間戦闘機として使用された。性能不足の艦が強かったが斜め上向きにルイス機銃を固定してチェッペリン飛行船を攻撃して戦果を上げている。改良型として本機を短座仕様に改めた RAFBE12 がある。 また本機へ、スパッド A2 式のゴンドラジューザをプロペラ前に装備した BEQ も存在する。ありがとうございます。